江崎道夫のネットブリーフィング。この番組は創社さんのご協力でお送りしております。今日も評論家の江崎道夫先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。すいません1週間お休みをしてしまいました、はい、先週ちょっとお休みして、はい、今週の配信になるんですけれども、はいはい、まああれですね、野党が長期休暇を取ってる間に、はい、まあ、世界を目まぐるしくいろいろちょっと情勢変化してきたなという印象なんですけれども、はい、ゴールデンウィークは江崎先生はハワイに行かれたと、はい、でもノーバカンスで本当にもうノーバカンスで僕4月29日 の飛行機でね、うん、まあ、あの羽田から行ったんですが、あの乗ってる人バカンスと新婚旅行ね。そりゃそうでしょうね。なんかね、このね、バカンス気分の人たちとね、新婚旅行の空気とか、ああいう人たちの中でね、僕一人スーツ着て、俺は一体何をしてるんだろうなと思いながら。みんな花柄とか着てそうですもんね。いや、もうね、もうウキウキ楽しそうにしてる中で、僕は一生懸命資料を読み込んで、どういうことをこれから検討しなきゃいけないかとかメモを書いてて、なんか途中で、だから自分は何をしてるんだろうと。思ってましたけど、まあまあいいやって感じで。あそこのハワイでは何をされてきたんですか。ですね、まああのよく僕はね、あの最近講演で言ってるんですけどね、うん、ほらいざとなった時にね、アメリカ軍が助けに来てくれないとかいう話をするじゃないですか、はい、その米軍が助けに来てくれるっていう時に、その米軍ってね、その助けに来る米軍の司令部はどこにあるんでしょう。ハワイ、うん、アメリカっていうのは全世界を相手にしている国なので、実は6方面軍があるんですね、はい、6方面軍っていうのは北米ね、うんうん、から南米、はい、からアフリカ、うん、から、まあ、ヨーロッパ、はい、中東、うん、そしてアジア太平洋、はい、でこの6方面軍があって、アジア太平洋地域、つまり北朝鮮や中国や日本も含めた、この朝鮮半島も含めた、はい、ここの地域の統括をするところを太平洋軍というんですね、はい、でこの司令部が、ハワイにあるんですよ、うん、はい、でその太平洋軍サイドの方が北朝鮮に対してどういうふうに軍事攻撃をするのかとか、うん、北朝鮮に攻撃を仕掛けろという判断をするのは大統領、はい、でその準備をしろという判断をするのも大統領、うん、だその上でどういう攻撃をしていくのか、うん、でそのためにどれだけの武器弾薬や戦闘機や軍艦が必要なのか、うん、でその攻撃をした時にどういう問題が起こるのかということも含めた全体のこの動員計画、ロジスティックスというんですけども、うん、それを全体を考えるのが太平洋軍司令部というところなんですね、はい、でこの太平洋軍司令部側がだから実はその北朝鮮や中国の問題について、まあ、日本の尖閣の問題も含めてきちんと考えるところなんですね、うん、で情報収集とかも情報収集とかも含めて、うん、そういうこと全部考えるのがこの あれだし、あと例えば北朝鮮が去年ね、ミサイルを日本にバカスが撃ってきましたね、はい、撃ってきました、はい、このバカスが撃ってきたこのミサイルっていうものが発射がどこで発射されて、うん、発射された段階ですぐにこの衛星で把握をして、うん、どこに落ちるのかっていう予測をする、そういうようなことについての情報収集と分析のセンターもハワイにあるんですよ、うん、なんか日本も J アラートとか鳴らすためにそういう分析とかをしてるじゃないですか、うん、あれは日本がしてるんじゃなくて、あれは米軍と一緒にやっているので、アメリカ軍そういう情報収集は日米共同でやってて、うん、でその日米共同で得た情報というものをハワイの方の要するに制空権の区域管理センターっていうところがあるんです、はい、AOC だったかな、はい、という組織があるんですが、そこのところに行って、でそこで全体の分析をして、うん、であこれはこのままだとコンピューターの計算でいくと、ね、例えば日本海の秋田沖に落ちるとか、うん、ね、いや日本列島を飛び越えて、うん、日本は太平洋側のここに落ちそうだとか、うん、いうようなことの情報分析を瞬時にして、その情報というのは日本とアメリカで共有されてて、それを基づいて、まあ、日本政府が J アラートを流すという仕組みなんだ、うん、
じゃあ情報共有っていうのはタイムリーにもなされてるってわけ？なされていると言われています、うん、本当のところはどうかはわからないけども、うん、ほぼなされているというふうに聞いてます。というか多分瞬時に情報共有しないと対応できないので、うん、そうですよね、はい、何分とかのレベルですもんね。もう7分とか4分とか何分とかいう話なので、うん、というところでそこの AOC という航空作戦センターっていうところなんですけど、そこも一応行ってきました、はい、行ってきて、まあ、中もいろいろ見せてもらったりとかもしてきたんですが、でこの、まあ、ハワイのですから太平洋軍司令部がこの、まあ、一応北朝鮮中国の問題 の、うん、まあ、軍事行動をやるときの、まあ、司令塔なので、でそこをちゃんと見なきゃいけないということで、うん、まあ、たまたま僕の友人がその太平洋軍司令部の関係者なので、うん、まあ、それで、まあ、何度か、まあ、去年も行ったし今年も、うん、まあ、行って、うん、まあ、向こうのメンバーたちといろんな話をしてきたということですね、はい、うん、で問題はね、ほら北朝鮮がどうなっていくとか、うん、アメリカがいつ攻撃するのかとか、核どうするのかとかいう話あるじゃないですか、はい、この太平洋軍というその、ね、中日本や北朝鮮、韓国、日本、尖閣、沖縄、うん、はい、全部に関わってくるこの太平洋軍司令部に、ね、日本のマスコミが、ねね、特派員を誰も送っていない。あ、誰も、うん、うん、つまりあれ太平洋軍で取材をしてない。あれそうなんですか？え、じゃあ情報源は一体あれあれでしょよく考えればというか、よく考えなくてもなんかあれですねね、よく言うやつですね、我が国の防衛政策について、うん、一概に防衛省ってあるんですね、はい、その防衛省に行かずにね、防衛政策はどうだって書いてるの。なるほどそういうことですね、まあ、もちろん永田町でね、まあ、その官公総理官官邸があるので、うん、官邸が最終的判断を下すので、うん、別に官邸だけでもいい。つまり日本でアメリカでいうとホワイトハウス、うん、国務省、ペンタゴンというのはワシントン DC にあるので、うん、そこだけ取材してもいいという考え方もあるんだけども、うん、でも実質的なところの詳しいことは、うん、要は日本で言えば一概で考える、うん、そうですね、一概で考える、はい、でアメリカ軍で言えばハワイの太平洋軍の司令部が考える、うん、そこを取材した方がめちゃくちゃホットな気がしますけどね、うん、と僕なんかは思うんですが、うん、あんまりそういうふうな関心がなくて。そうなんです、ね、ですごいのがですね、この太平洋軍司令部のでも実情っていうのを知らないことには日米関係の本当のことはわからないということで、はい、なんと朝日新聞の人間が一人単身入って、ね、太平洋軍司令部太平洋軍という本を書いている。朝日新聞すごいよさすがですねさすがだよ。朝日だけはね、それをちゃんと分かってやっている。へー、もうね、やっぱりもうね、なんていうか、このまあ、ジャーナリストでも誰でもいいけど、誰がキーマンでどこに行ってかなきゃ、行くことが情報を得ることなのかっていうことが基本なんですが、うん、朝日はそれちゃんと分かっている、うん、まあ、もちろん悪意ね、太平洋軍の情報を得て、ね、それをバーッと詳しく書くことで、ね、きっとね、お隣の、ね、C 国や K 国に、ね、教えてあげようということなんでしょうけど、そう、まあ、いう意図なんだろうけども、うん、要はあれはあっぱれですよね。いや、さすがだな。さすがですよ、本当にね、彼らはちゃんと分かるところは分かってますよ。どこが大事なのかっていうのをちゃんと見ているという意味で、でそこのね、で、まあ、ハワイの太平洋軍の、まあ、まあ、今いろんな方々にも話を聞きましたし、まあ、その、まあ、と同時に太平洋軍の関係者、民間のシンクタンク、太平洋軍の OB で民間シンクタンクをやってる人たちも、うん、その太平洋軍の周辺にいっぱいいて、まあ、ハワイとかにもいらっしゃるわけで、その民間シンクタンクの方々と結構突っ込んで話をしたんですね、はい、でその結構突っ込んだ話をしてて、まあ、いろいろ分かったことがあって、うん、一つがですね、はい、まあ、なるほどなと思ったんですが、うん、今のこうこの脅威の段階っていうのは非常に変わってきてる。これは前僕出雲の空母化に反対するっていう話をしたんですね、はいはいはい、
で僕はもう、まあ、基本的にこれ、まあ、ペイしないし、うん、さ順番から言えば間違いだと思ったんでその話をしてたら、ホノルルのアラノモアナセンターとかあるよね、はい、あるんだよね、ショッピングセンターの、はいはい、なところの、のね、そこのね、タイ飯屋でさ、飯食いながら話をしてて、その話をしてたら、いや、お前のね、日本はどうか知らないけど、これ大変な問題なんだって言うんですよ。うん、で、何が大変なんだって言ったら、うん、南シナ海に中国がほら、埋め立てて軍事基地作ったじゃないですか。はいはい、で、軍事基地の中で、2つの軍事基地が2500メートル級の滑走路を作ったんですね。うん、でこの2500メートル級の滑走路っていうのはどういう意味かっていうと、うん、戦闘機や爆撃機の発着訓練ができる訓練、うん、で普通の滑走路っていうのはだいたい800メートルから1000メートルぐらい、あ、じゃあもう倍以上、ね、倍以上でこれだけの距離のないと戦闘訓練ができない、うん、ちょっとこの特殊なこの長い滑走路が必要なわけですが、うん、この2500メートル級の戦闘機爆撃機の発着訓練ができる滑走路がある基地を南シナ海に2カ所中国作っちゃったわけです、うん、で作ったということは何かというと、これまでは南シナ海で中国の軍艦や漁船たちがインドネシアやベトナムやフィリピンの軍艦や、うん、その海上保安庁の船みたいなね、ところとやり合うってたわけです、うん、でなおかつだから日本もそれ分かってたので、ベトナムに海上保安庁の巡視艇を、うん、の古いやつをタダであげたりとか、うん、言って結局中国のそういう無法行為、海での無法行為を立ち向かうために一生懸命日本も ODA を使って、うん、まあ、軍艦渡すわけいかないので、うん、海上保安庁の巡視艇を上げたりとかして、うん、要するにこの海の安全を守るためにね対抗してたわけですが、うん、去年の段階で2500メートル級の滑走路が2つできたので、うん、空の戦いになったんです、はい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 、海から空へ、海の空、で空の戦いになると、うん、インドネシアもベトナムもフィリピンもタイもみんな空軍持ってないの、あ、はい、まともな、うん、ってことはこれからアジアは、うん、とりあえず東南アジアはもう中国空軍でやりたい放題、あ、中国とやり合える国がない、空軍がないのでまともな、そうなるとどうなってくるんですか。あ、もう要するに空が奪われてしまえば、制空権を奪われてしまえば、うん、もうフィリピンだってベトナムだって抵抗できない、うん、でも抵抗しようがないので、そうですよね空からなんかバカバカやられたらもう変わらない、抵抗しようがない状況に今の ASEAN 諸国が追い込まれているという新たな危機的状況の段階に入ったんだ、うん、でなおかつ中国もロシアもボンバーといって爆撃機、うん、戦闘機というのはですね、こうビャーってやるので、うん、すごい動き、まあ、じゃあ超スピードで動ける、はいはい、代わりにこの動ける時間が短いわけです、うん、で爆撃というのは長距離爆撃機で結局、まあまあまあ、2000キロ単位ぐらいでバーっといけるわけです、うん、別にその戦闘をやらない代わりに長距離でガーッと動けるんですね。このボンバーを中国とロシアが開発してどん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 量産しているので、うん、この爆撃機の侵入に対抗できる、うん、でそれを対抗するためには、ね、要するに日本の今のスクランブル発進みたいに、でちなみに日本はボンバー持ってないんです、はいはいはい、爆撃機は持ってないんです、うん、敵基地反撃能力になるので、はい、これまで、で戦闘機しか持ってない、うん、でその戦闘機で中国の戦闘機に日本の戦闘機がここに来てスクランブル発進をする、はい、ということで一応日本の区域は何とか守ってるわけですが、うん、ボンバーで長距離爆撃機がうーって動くと、はい、日本の戦闘機は、ね、警告をしていくことはできても、うん、ずっとついていくことできないわけです。え、なんでですか。日本の戦闘機は長距離走れないから、あ、そういうことか、飛べないから、はい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 、飛べないから、はい、だから日本の領空に入らないでずっと太平洋側からぐるーっと回って東京周辺、東京のあたり、東京のこっちの方に来るというのに対して領空侵犯しない限り何もできない、あ、うん、いうような状況に今なってきていて、うん、このボンバー、要するに長距離爆撃機も含めたものに対してどう対抗するのかということを考えると、要するに三沢とか
あの沖縄とかね、うん、岩国、まあ、とかそういう、あの日本の戦闘機の発着、あの、まあ、まあ色々ある、まあ、日米の戦闘機があるわけです、うん、そこだけでやってても対応できないので、うん、要するに太平洋上や南シナ海でも発着できて、はい、この爆撃機に対応できるような、うん、発着できる、でなおかつそのスクランブル発進ができる出撃拠点が必要で、あ、なるほど、そのために F35 っていうのは乗せることができる出雲というものを作ってもらって、うん、南シナ海や太平洋側に浮かべて、うん、中国やロシアの爆撃に対抗しなきゃいけないんじゃないかということを向こう側は考えてる。はあ、この出雲の空母化って、うん、その話が出た時そこまで考えて、いや、やってたかどうかは知らない。だからそれはあくまでもその僕は今日今話をしたのはあくまでも OB の話、あのごめんなさい、太平洋軍の現役のじゃなくて OB の人たちの話だから、うん、その OB の人の話が正しいかどうか僕は分からないけど、うん、そういうことを我々は考えているので、うん、出雲の空母化は賛成なんだっていうから。でもさ、それってさ、日本のこの軍事予算とか経費とかそういう問題は考えてるって言ったら、いや、あのシーレーンや、ね、東京が空爆されることを阻止するためにやるべきことをやるというのが我々軍人の発想で、ね、日本もそうだろうって言われて、うん、ごもっともなんですけど、でそれはお前日本が考えることでしょ、まあ、まあそれはそうだね、それはそうだけど、あ、そういう発想をしてる人たちがいるんだということと、やっぱりその爆撃機も含めた新しいこの空の戦いに出てが始まっていると、その脅威というものにどう対抗するのかということを考えなきゃいけないというのは、やっぱり向こうに行ってかなりこの厳しく言われて、ああなるほどなと。はあ、もう本当に少しずつ変わってきてるんですね。もうだからこの、いろんなことが、なんかその状態がやっぱりこの危機の脅威って脅威の、あの、まあ、ありようというものがもうすごい脅威で変わってきてるというのが、まあ、あの、まあ、彼らと話をしてて、まあ、非常にも考えさせられた。あの、ごめんなさい、繰り返しますけど、太平洋軍 の、 あの今の幹部たちの話じゃなくて OB の話です。あともう一つ、この OB の人たちの中で、ですね、北朝鮮、あの要するに、あの1994年かなんかの北朝鮮の脅威に関して、あのカーターが来た時に、はい、で北朝鮮有あの合意をして6者協議に入ったという時の、あのアメリカの太平洋海軍 の、はい、あのその作戦をやってた人と会ったんですね、はい、あの OB なんですが、はい、でその OB の人と話をしてたら、やっぱり北朝鮮のこの核開発の問題の専門家で、で彼が言ってたのは、あのこのイランの問題に関わってきて、ほらイランの結局核合意っていうのをトランプが廃棄したっていう話があって、まあその背景にやっぱりイランと北朝鮮の関係っていう問題もあるんじゃないかっていう話があるんですが、まさしくその話をしてて、あの北朝鮮の核開発を放棄させると、で放棄させるにあたっては前も言ったんですが、あの3段階あるんですね、はい、北朝鮮の核燃料および核兵器を全部接収する、はい、没収する、で2つ目に核開発および弾道弾ミサイルの開発に関する、あの要するにコンピューター、あの要するにデータ、実験データ、全部を接収する。でそれを分析することで、北朝鮮の核開発弾道弾ミサイルはどの技術でどういう国のどういうものによってどの段階も進んだのかを全部分析していかないと、北朝鮮がどの程度のものを持ってたかわからない、それを完全に把握するということが段階必要で、それをやらないままに施設を破壊しちゃうと、本当はこれだけの持ってるのに実際はこうですって言われた時に反論しようがない、だからそのデータを完全に把握する。で3番目にそれに関する技術者を全員拘束して、その技術者たちの取り調べをしていくということをやらなきゃいけないんだっていうのが、この核弾道弾ミサイルを阻止するために最低限この3つをやらなきゃいけないという話なんですが、プラスって言ったのね、あのその1994年95年段階と違って今は状況は変わってきてるって言うんですよ、
で何が変わってきているのかというと、北朝鮮 の, この弾道弾ミサイルの技術が急進歩したのはイランの技術の協力があるからだと言われていると。あ、イランと北朝鮮が協力関係、協力関係にあって、でそのイランの技術やイランの技術者が北朝鮮の弾道弾ミサイルの開発に今日一緒になってやっているだろうと。あ、イラン人たちがね、はいはいはい、でその中にイラン人だけじゃなくてパキスタンや中国、ロシア、うん、でこういう国々も当然関わっているだろうと、うん、っていうことは逆に言うと金正恩だけをやっつけても、ね、中国やロシアやパキスタンやイランの方にそういうメンバーが逃げたり、うん、技術をあのそういう、ね、あの弾道弾ミサイルとかなんとかそこに隠したりして、でにあのアメリカなんから査察をしてなくした、うん、でよかったねって言った後すぐにまたその技術を戻すとかね。なるほど。じゃあ北朝鮮だけやったところであんまり意味がない。意味がないんじゃない。北朝鮮は完全にやらなきゃいけないんだけど、うん、北朝鮮だけでは済まないのは、うん、今のこの要するにインターネットも含めたこの技術の発展、あのクラウドも含めてね、はい、そういう状況の中でもう要するに国家を超えたこの技術開発のネットワークというものがあるので、そのネットワーク全体を見ていかないと北朝鮮の核開発や弾道弾ミサイルのを完全に阻止するということにならないんだということを言ってて、あ、じゃあ今回のそのトランプさんの核、イランの核合意の問題なんかもだからそういうようなそのネットワークという北朝鮮の金正恩が問題だじゃなくて、北朝鮮の金正恩に代表される核弾道弾ミサイルの世界的なネットワークというものをどういうふうに潰していくのかということを考えないと、結局またはあのなんていうかあの出てきてしまう、はいはい、というようなことを考えているんだっていうことをこのタイ飯食いながら、あのなんでタイ料理かと言われて困るんだけどたまたまあのタイ料理はうまかったかという、美味しいですよねいうことなんだけど、いうような話をしてたのが非常に印象的でしたね。ものすごい印象的で、まああのそのやっぱりそういうことをまあ考えてるんだなっていうので、でそのね、まあそのまあ、あの大佐なんだけどその人はね、はい、あの大佐は今も関わってるんでしょって言ったらうふふって言ってたまあそんなこと言うわけないわな言えないあの、ね、まあ、言えないから、まあそうだよねっていう感じで察してくれよみたいな感じでした。だから、まあ、あとまあいろいろあの話いっぱいいろいろ聞いたんですが、一つだけあとこのですね、北朝鮮のこのミサイルとか、はい、あのあとこの朝鮮半島のね、このいろんなこの戦闘機や爆撃機やそういうものをこういろんなことの空域管理をやっている AOC というね、その要するにまあ作戦あの太平洋空軍の司令部の中にそういうセンターがあって、まあそこ視察あのまあ入れてもらって見せてもらって、もう要するにディスプレイがわーっとあって、あのもちろん僕と何人かで行ったわけですけど、はい、行った時は全部ディスプレイはあの画面とかのなくしてて、もうあの画面見えないようにしてて、要するに僕らが来た時は全部この電源切ってて、うん、で実際に動いてるとこは全部黒い布でかぶってて、まあ、あの僕らには見せないようにして、うん、という、まあ、ことだったんで、うん、あのね、あのもちろん機密は我々見せないように、雰囲気だけですね。だけどでそれでちょっと話をしてたら、あのやっぱりあのでその空軍の人たちと話をしてたら、とにかくやっぱりこの北朝鮮の問題に関しては、あの日本のイージス艦や、はい、あの P3C、P3C っていうんだけども、あの要するにこの情報収集 の, そあ の,、まあ、この飛行機があるわけですね、を飛ばしながら日本海、中国全体情報収集、日本も一生懸命やってて、で米軍もやってて、日米共同でそういう情報収集やってて、それをハワイの AOC というところで統合して分析をして、当然それって日本の自衛隊も関与して一緒にやってるわけですよ、はい、うん、だからこの北朝鮮の問題も中国の問題もそういう情報収集管理分析っていうのはもう日米であのやっている、うん、で実際に僕は日本のそこの派遣されている自衛官の人にもお会いしたけども、あなたよりね多分ね5つぐらい上の女性だったね。
女性がいらっしゃったんですか、うん、かっこいい。なんかね、あの、か、まあ、あの、あのね、あの美人でしたけど。まあね、名前は聞きませんでした。あの、まあ、下手ね、あの、あの、まあ、困るだろうし。うんうん、そうな、何人ぐらいとかって。あ、人数はやっぱりさすがに僕も聞かなかった。まあ、そういうようなほら、まあ、別に聞くのはあれだと思う。うん、ただ、やっぱり日本の自衛官の人たちもカンカンそこの AOC に詰めて、一緒に仕事をやってるという意味で言うと、少なくとも対北朝鮮に関する軍事に関するいろんな情報収集や分析やそういうところに日米で連携しているということは見て、うん、あの、まあ、ホッとしたというか。あ、そうですね、なんかその話を聞いてちょっと安心しました。あ、ちゃんと一緒にできてるんだな、うん、できてるんだなということと、そのいやだから終わった後もですね、まあ、あの別 の、 この今度はあの空軍のね、はい、あの OB の人たちとも飯食ったんですね、うん、あのでその空軍の OB の人にその話をしたら、でその時、いや日本のメディアはね今あのいやあのこのあの日米あの米朝首脳会談とかああいうのでね、あのね安倍政権は蚊帳の外なんだっていう話をしてるんだって言ったら、うん、その言ったあの話をしたら向こうのやつがケタ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 って笑っちゃって蚊帳の外ってつまりそれ仲間外れって意味かっつって言うから、いや仲間外れって意味だっつって言ったら、もう大笑いしてて面白いこと言うねっつってあの日米連携して情報収集を含めてやっててね、もしいやいや日本のね自衛隊のこの情報収集仕組みがなければ北朝鮮のや、うん、あの日本海の情報を、ね、収集なんかできないんで、うん、日本がかなり頼りになってるぐらいの状況で、蚊帳の外ゴルフは日本があって我々はやってる状況だよと。あ、そうですか。いう話と、もう一つ言ったのは、トランプ大統領っていうのは人の話を聞かないんで有名なんだと、うん、やっぱりというかだから、ね、最大 の、 予 測、 不可、ね、あの予測不可能な存在はトランプだと、うん、いうのがもう我々みんな言ってる話で、そういう中でその軍や太平洋の立場というものをきちんと踏まえて、あのプライムミニスター安倍は、ね、トランプと話をしてくれていると。ほらハリー・ハリスっていう太平洋の司令官がしょっちゅう日本に来て安倍さんと会ってるわけですよ、うん、この間も来てましたよね、うん、ハリス司令官で安倍総理で会ったりとかして、で太平洋軍のいろんな考え方を安倍総理はきちんと理解した上でトランプ大統領と話をしてくれているので、うん、ね、我々の意見というのはむしろあの安倍総理経由 で、 方でトランプに伝わっている側面があると。あ、なるほど。いうふうに僕らはね、だから本当にねプライムミスター安倍には感謝をしてるんだっていう話をしてて、そうだ、あのまあおべんちゃらかなって思ったけど、あ、おべんちゃらかなとも思ったけど、うん、まあ別に僕におべんちゃら言う人ないしね、うん、言うしないし、で実際にハリー・ハリス太平洋司令官がね頻繁に、うん、あの日本に来て、この、大変ね、安倍総理と会って、はい、この情報交換されてるのは有名な話だし、はい、あと去年トランプがアジアで歴訪したじゃないですか、はい、日本と韓国と中国に行った、はい、あの時もまずトランプどこに行ったのかっていうと、うん、ハワイに行ってるんですよ、はいはいはい、で太平洋軍司令部のハリスたちと会って、うんうんうん、で要するに対北朝鮮の問題の打ち合わせをしてきてる。うーん、だからやっぱりそういう意味ではそのハリー・ハリスたちも含めた太平洋軍司令部っていうものが一つのキーで、うん、重要なところで、そこをちゃんと見据えて今の安倍政権のなんなりが手を打ってて、トランプ政権がもそれもちゃんとよく理解してて、うん、でその中でこの米朝首脳会談やそういうさまざまなことが動いているのは間違いない話だと思うので、蚊帳の外というのは言い過ぎかなと、うん、いう、まあ、印象を持ちましたね。ただ一方で本当に外交的にどこまでコミットできているのかは僕もわからないので、うん、でまして、まあ、もうアメリカも国益だから、うん、で本当のことをねトランプが外国の、ね、首脳に喋るのかっていうのはそれはまた僕はわからない、うん、そんな簡単な世界ではないような気もするので、全部を理解してそんなことはないと思うけどね、うん、だけど外というのはちょっと言い過ぎではないのかなっていうのを、まあ、太平洋軍の、まあ、幹部の、まあ、OB 幹部 OB の人たちと話をしてて、まあ、ものすごいこう感じたっていうのが印象でしたね、
まあ、とにかくなんていうかな、日本のマスコミはね、うん、こういう太平洋の、ね、人たちともう少しこう話をしながら、うん、そういうこの今何がどういう危機認識を持ってるのかということについて、うん、この情報の共有をしていっていかないと、やはりこうどうなんだろうなというのは、まあ見てて感じますよね。うん、マスコミが蚊帳の外、蚊帳の外ってわーって言ってて、うん、まあ、私もこういうふうに江崎先生にお話伺わなかったら、うん、ああそうなんだ、日本ってそうなんだって多分思ってたと思うんですけど、私の周りもやっぱりそういうふうに思っちゃってるので、うんうん、今こうやってお話伺えることとか、その太平洋軍の方がこういうふうに今考えてる、OB の方がこういうふうに考えてるっていうのを聞けるだけでもすごくありがたいですね。まあね、ちょっとおいおい、向こうで正式で話をした話はあんまりでき、ちょっと表でできないことが多いんですが、印象としてはそんなようなことを思いましたので、うん、でもとにかくやっぱり中国ロシアのボンバー、要するに爆撃機による新たな脅威というのが出てきて、これにどうやってこの日米、まあ、も含めた国々で連携しながら対応するのかという、新しい段階に入ってきたという認識はやっぱりきちんと持っておいた方がいいだろうと思いまして、そういう意味ではその出雲が役に立つのかっていう問題はこう僕はかなりちょっとクエスチョンではあるんですが、その出雲の空母化とかいうことを考えざるを得ないほど、そのやっぱり空の脅威というのが高まってきているということは認識を新たにしなきゃいけないなというのは僕の、とにかく思ったことでした、はい、ものすごいスピードで今、ね、はい、世界情勢変わってますので、はい、今後も常にウォッチが必要かなと思います、はいはいはい、では今日もありがとうございました、はい。